さらに切り分けられた伝統的なフルーツケーキポーランドのフルーツケーキクリームを用いたフルーツケーキフルーツケーキは果物を使った洋菓子。生地に果物を混ぜ込んで焼いたものとスポンジ生地などにクリームと共に果物をあしらったタイプのものがある。大きくはバターケーキの一種でバター、小麦粉、砂糖、卵。 ベーキングパウダーにドライフルーツあるいは洋酒に、漬け込んでおいたフルーツを刻んで混ぜ込み、型に入れて焼いたものである。その中でもバター、小麦粉、砂糖、卵を投量に使用したものを、パウンドケーキとも言う。このタイプのフルーツケーキを、プラムケーキということもある。菓子としてばかりでなく、保存性と栄養価が高いため、繊維や冒険家の保存食。 戦闘量食として用いられることもある。スポンジケーキなどに生クリームを塗り、新鮮な果物を乗せたもの、あるいは混ぜ込んだもの。あるいは長方形のスポンジ生地にクリームを塗り果物を乗せ、生地で巻いたものもある。ただし果物によっては、タンパク質分解酵素を持ちクリームを変質させるものもあるため、作ってすぐに食べる場合を除き、果物の選択には、 注意が必要である。ありがとうございます。